ヘブラのシスターベカブティアブサー。要望がなかなか下水、サンボマスター。世界を変えさせておくれよ。そしたら君の膣が見たいんだ。中澤流星、イエス。前回、学校の幽霊のアフレコした動画を見たんですけども、怖いけど面白いみたいな、新しい感情を芽生えさせてくださいました。ありがとうございます。これがきっと恋なのでしょうか。今回は、新耳袋のアフレコ実況を見ていきたいと思います。早速見ていきましょう。レッツ、新耳。サンディエゴ。それでは見ていきます。スタート。皆さん明けましておめでとうございます。今年も始まりました怪談新耳袋実況。今回はこちら姿見という話を見ていきたいと思います。実況は私アルティメットハイ、解説は現代の心霊現象と手軽にできて美味しいおつまみに詳しい中島教授にお越しいただきました。こんばんは。こんばんは。カニクリームコロッケが大好きです。卒業を間近に控えさあ早速モノローグが入っておりますので聞いてみましょう。その日久しぶりに学校へと足を踏み入れたのです、うん、いいハーモニカですね。これユズの片方が吹いてドラマとか出てたよく知らないし3年間あっという間だったな。あっという間だ。でも一通りやることやったし。やることやること意味深。これはそういうことなんでしょうかね中島さん。そういうことでしょうね。まず間違いありません。黄昏せんじゃねえよ。この後の展開が見ものです。おい、それにしてもこの二人全くドリブルはしませんね。バスケじゃないんで、このクソ煮込みうどんにおいてはドリブルは禁止されてます。吸い込みうどんという名の競技なんですね。二人ともかなりの手だれですね。さあ吸い込まれるようにボールが体育館倉庫の中へ。二人とも物欲しげな視線を向けている。この後濡れ場来ますよ。と、そういうことは体育倉庫でサーキン。これやり残したことやりに行くね。薄暗く不穏な空気に包まれております体育館倉庫。その中でもひときわまがまがしい気配を醸し出す。そり立つ壁、力強い。これはボールの位置が悪いよ。お前あの噂マジで信じてんの。自信に満ち溢れた表情を浮かべておりますが、ドクンドクンと脈打つようにして8切れんばかりに怒張したフラグがキツリツしております。いやフラグビンビンだな。2人初めての共同作業ですよ。足を合わせていった。磨き上げられた壁面には二人の行いをサイラムかのようにその姿が映し出されていますが、これは一体どういうことなのでしょう。あっと、ここで時間切れだ。延長には追加料金が発生しますから。いそいそと部屋を後にしていきます。この放置プレイなかなか彼の方も思うとこあるんじゃないかね。これからというところでしたからね。じれったい様子がひしひしと伝わってきますよ。出ていた彼の態度が少し思わせぶりでしたからね。そんなはずはないと思いつつも、一度心に生まれてしまった疑念は彼の顔に深い影を落とします。何の話だよ。若い頃ですけど、シャワー浴びてくるねって言うから待ってたら、そのままあの中島さんとんずらこかれちゃったことがありまして。中島さん、その時は、ね、ボールが転がってきましたよ、はい、あ、そうですね。もうこれホイッスル近いですよ。ゆっくりと手を伸ばし、そしてしっかりと握手を交わした。さて彼が戻ってまいりました。どうやら気持ちは本当だったようです。そうですね、まあ私の時はね、私が目が覚めたらもういなかった上に、もう財布の中身が抜き取られてましたから。なるほど、まあ、3000円しか手持ちがなかったのが相手が消えてしまいましたよ。すれ違いの様子を提出しました新耳袋中島さんっていうのを中島さん、霊現象です。なるほど、あたりを見回しつつの、さあどうなる。さあ捕らえた、おや、おやおや、しかし見当たらない。一体どういうことなんでしょう。見当たらないぞ。これソルボンヌ大会で使われたものですね。画面には映っていませんけれども、ちゃんといますよ。たまらず外に飛び出した。ここに飛び出そう。閉じた。閉じ込めたか。いや出てましたね、これ閉じ込め失敗です。そうなんですか、うん、いや私の目には全く確認できませんでした。相手選手が外に出てしまったということなんですかね。いや一体と、あー確かに、鈴を転がすかのような笑い声が聞こえる。声は聞こえども姿は見えず。中島さん、はい、めっちゃ早く動いてます。通りで近づけてます。そりゃ見えない。対処法はあるんでしょうか。よく見りゃ見えます。見えるらしいぞ。落ち着け褒めろ。おたけびを上げて集中力を高める。爆笑していた相手急に静かになりました。よくあるよね、この静かになるやつ。嵐の前の静けさに包まれる横浜アリーナ。さあどこから来る。横浜アリーナどこから来るのか。笑ってたのに静かに。うわー、決まった。最後のプレーがスローモーションで流れておりますけども、の詰め方がね、さすが歴戦の竜といったところでしょうか。これ決まり手は何になるんでしょう。デカマラシャブリオンですね。デカマラシャブリオンか、強そうだな。めっちゃおもろかったんですけど、やっぱこれも怖いところは怖いっすね。ということでまた今後もね、面白くしてくださったホラー動画シリーズできたらやっていきたいなと思います。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。ポメラニアン、ポメラニアン、ポメラニアン。